塩見泰隆。エネオスに入部が決まってどういうタイプのバッターなのか聞かれた塩見。すると塩見は自信満々に右打ちですと答えます。相手は戸惑いながら右の逆方向に受ける打者と解釈しますが、塩見は単に右打者という意味で言った模様。相手はそんなの知っとるわと思ったそうです。人前で努力を見せるのが嫌いな塩見、居残り練習をするチームメイトを横目にチーズと先に帰るも、寮では黙々と素振りをしていました。エネオスのオフの日にはオフの日に練習するのが恥ずかしいという理由で大学に練習させてくれと連絡したそうです。大学時代、試合で自分のエラーで負けるとベンチ裏で泣きじゃくっていたそうです。天然でも野球には真剣なところはなんかかっこいいですよね。